サーフのルアーターゲットの代表格でもあり、高級魚でもあります。時に80センチメートルを超える超大物にも出会える魅力あふれるターゲットです。こんなところで釣れます。最大で全長 1M ほどになるヒラメは、成長スピードが速く、1年で30センチ、2年で50センチを超えます。動かない餌には食いつかないと言われており、そのためルアーアクションが重要な鍵となります。海水浴ができそうな砂浜が主なフィールドとなります。その他、河口のサンドバーや港湾部の線道、駆け上がりなどからも狙えます。ヒラメはサーフを代表するルアーターゲット。ヒラメは砂や砂利の中に潜り餌を待ち伏せる性質を持つため、低質が砂や砂利の港湾部やサーフがメインフィールドとなります。ヒラメは本来水深 80m 以上の孵化場を生息域としていますが、春の産卵行動の前後に 20m 浅さのエリアに移動してくるものや、産卵に関係なくベイトが接岸する夏から秋にかけて沿岸域へと集まる個体もおり、サイズにこだわらなければほぼ一年中狙えます。なお、40センチ程度までの小型は、ソゲと呼ばれます。40センチ以上の正真正銘のヒラメサイズを狙うなら、初夏頃と秋から冬にかけてが、ベストです。姿形から、おとなしく砂に潜みじっと潜んでいるイメージもありますが、ひとたびベイトが巡ってくると、ボトムから水面近くまで浮上してくることもあります。底質は砂地、砂利、ゴロタが良く、完全な岩礁帯やもが繁茂するような場所では数は見込めないですが大型が出ます。淡水に強いわけではないですがベイトを追って河口域にも姿を現すこともあります。日中のターゲット。ヒラメの一日の行動は人間によく似ています。夜間は孵化場でじっと休んでいて、日が昇りベイトの動きが活発になるとともに捕食のため動き出します。日中は浅場で捕食を続けて、夕間詰めに活性のピークを迎えます。ベイトの動きを目視で追っているとされ、夜になり視界が悪くなるとともに活性が落ちていきますが、トコヨ、ひまわりなど、ベイトが集まりポイントでは変わらず活性が高いケースも見られます。夜間は数は少ないものの大型が出やすい傾向にあるようです。タックルロッドヒラメ専用ロッドもありますが、シーバス用やショアジギングロッドがあれば流用が効きます。サーフなど遠投が必要な釣り場では、10-13FT でミディアムアクションのロッドが良いです。ヒラメ狙いはラン&ガンでキャストと移動を繰り返していくため、軽くて高感度なティップにバットバワーのあるものが良いです。足元から水深があるような港湾部では、あまり遠投の必要はないため、89FT のミディアムアクションのシーバスロッド。水深があるポイントでは、メタルジグを使用することも想定して、少し固めのものが良いです。リールロッドとのバランスを考えると3000から4000番のスピニングリールなら間違いないです。50から60センチを超えるサイズになると、そのパワーと瞬発力に苦戦させられることもしばしば、なるべくドラグ性能の良いものを選択しましょう。またサーフで使用することが多いので、砂を噛んだり波をかぶってもメンテナンスしやすいものを選びましょう。ラインサーフでは、遠投できるかどうかが釣果を大きく左右します。そのため、飛距離を優先して PE ラインを選択します。PE ラインは細ければ細いほど飛距離を伸ばすことができますが、あまり細すぎると強度に不安が残ります。せっかく大型のヒラメをヒットさせたのにラインが切れてバラしてしまったのでは後悔しても、しきれないでしょう。ビギナーならなおさらです。1.25 から心配なら2号を巻いておきましょう。長さは 200m 巻ければ問題ないです。リーダーナイロンまたは、フロロカーボンランの4から5号を使用します。フロロの特性として根ズレに強い点が挙げられますが、この特性は岩礁帯や障害物の多いポイントのみならず、サーフでも大きなアドバンテージとなります。砂で傷がつくことも多いのです。また、ヒラメには鋭い歯があり、
小魚を噛みついて捕らえます。長さは60センチ 3M。結束に自信がない人は結び目がガイドを通らないくらい短くしても良いです。主にミノーで、フローティングタイプもシンキングタイプも出番が多いです。優先させたいのは、円筒性と小魚に似たリアルなアクション。そのため水深の浅いサーフでは、フローティングミノーを多用し、遠くへ飛ばしたい時には、ヘビーシンキングミノーを使うのが効果的です。ミノーフローティングミノー、シンキングミノーの9センチ以上が中心。サイズの大きいものを使う理由は、円筒性とアピール力に優れるからです。水深があまりない遠浅のサーフやヒラメの活性が高い時は、フローティングミノーが活躍します。シンキングミノーは飛距離が出る重いものが多く、サーフなどで広範囲を探るのに適しています。また、水深があるポイントや風が強いとき、波が高いときでもしっかりスイミングするのでビギナーにも使いやすいと思います。サーフから狙う場合はまずシンキングから始めれば間違いないです。日中狙うならイワシカラーなどのナチュラル系、マズメから夜にかけてはアピールカラーが良いです。メタルジグベイトフィッシュのサイズが小さくミノーでは大きすぎる時に有効です。遠浅のポイントでは横に引くことが多いためスイミングアクションに優れた細身のモデルが適しています。デイゲームであればフラッシングが強くブルーやグリーン入りのベイトカラーが効果的。20から40グラムを中心にセレクトしましょう。ワームシャットテールが細かく振動してアピールが大きいです。ベイトフィッシュに合わせて大きめのものが良いです。ジグヘッドが主流でヒラメ釣り専用モデルもあるほどであります。ヒラメは下から食ってくることが多いため、フックが下向きのジグヘッドやトレブルフック付きのものがおすすめです。自重は、飛距離と円筒性を考えると14から20グラムが好ましいです。また、ヒラメ釣り用のダウンショットリグもあります。サーフでの狙い方基本は、ただ巻きフローティングミノーなどのプラグは基本的にただ巻きでか。狙い目となるのが流れや地形変化のある場所。中でも実績が高いのが離岸流や潮目。潮目とは、速さや塩分濃度が違う別々の流れがぶつかり合う境目のことです。海流が激しく動くため酸素濃度が高く、ベイトが溜まりやすいためヒラメがつきます。離岸流とは左右から寄せた波が合流して大きな流れとなり、沖に向かって流れている場所です。ここもベイトが溜まりやすいためポイントになります。ナブラやボイルが見られるときは早めに引くのがいいです。そうでなければ表層を引いた後、リフト&フォールでレンジを広く探るのが効果的です。フローティングミノーからシンキングミノー、メタルジグとローテーションしながらレンジを下げていきます。意外と食ってくることが多いのが岸際です。ここは小魚を追い詰めるのに好都合な場所であり、ルアーの回収寸前にバイトしてくることが多々あります。ルアーを岸に上げるまで気を抜かないことです。ジーソゴロタでの狙い方。ヒラメ狙いはサーフのイメージが強いですが、サーフとジーソが隣接したような場所も高ポイントとなります。こういった根掛かりする恐れがあるところでは、フローティングミノーが活躍します。活性の高い個体は上層付近で食ってくることが多いため、浅いレンジだけを狙ってラン&ガンしても効率よく探ることができます。ワームで上層を探るなら、トレブルフック付きのジグヘッドを使えば、フッキング率が上がります。フックが下向きのジグヘッドも有効です。ポイントは、ヒラメの突き場となるストラクチャーと流れの変化があるところ。岩礁帯に生息するヒラメは小魚を追って回遊する傾向も強いため、小魚が溜まるような場所でも出ます。小魚の居場所を探るには、
浅場で広範囲にルアーをキャストするのが有効です。小魚がいればルアーに驚いて散ることがしばしばあるからヒントとなります。また海をよく観察すると水の色が濃くなっているところに小魚が溜まっていたりします。見切られないように少し早めのスピードで一定のレンジをキープしながら探っていきましょう。